どうもアイトです。ハードゆかり様を周回して、ようやく、いつもの放課後の絵札がドロップしました。とりあえずフランちゃんに装備させてます。2章後半でも、こういうボスからドロップする絵札は、追加されるのかな？伝書が届いていますね。読んでみてはいかがですか？ここからが本題。忙しいですが、充実した日々ですよ。こうしてお明日の14時から18時まで、メンテナンスですね。メンテ明けから新しいプレイベントが、始まる模様。あなたも、これ飲みますか？特別に調合したお茶なんですが、疲れが吹き飛びますよ。このミニイベントで、霊戦の新衣装が手に入るみたいですね。異変解決に協力しますよ。それに、地上に降りた月のウサギの力を見せる、いい機会ですね。次のガチャでは、霊戦と魔鋼がピックアップ。魔鋼のイメージとして、攻撃式か破壊式になるのかな？ガチャの開催期限はプレイベントと同じだね。石は天井分、溜まりそうだが、問題は賽銭だな。前回イベントのポイントで、賽銭と交換するべきか。ガチャを重ねてきおった、光の三妖精の一人、ルナチャイルドですね。こちらは開催期限が少し短いので、注意だね。個人的には、魔鋼優先でいいかな。多分ルナは、サニー同様、仲間との組み合わせで活躍しそうなイメージ。単体での活躍は難しそうな気がする。こちらは少し様子を見てから飛行かな。お使い経験値2倍だ。まだ育成途中のキャラが、数名いるのでありがたい。こうしてお話しする時間くらいはありますしね。今回もメンテの協力として、アイテムがもらえるみたいだね。あなたもこれ飲みますか？次はエイヤ将組のイベントか。次のフェスゲンは、かぐやとエイリンかな？もしかすると綿月姉妹や、霊戦たちが来るのも近いのかな？コアクマは2章後半が、追加されるタイミングできそうだね。とりあえず、明日の魔鋼ガチャに備えたいと、思います。ご視聴ありがとうございました。